おはようございます。もくさん、おはようございます。まいちゃん、おはようございます。おはようございます。今日はやや涼しいですね。嬉しいですね。やや涼しいです。もう夏も、少し下りになるんでしょうか。まあ台風の影響でかもしれません。アンジビさん、おはようございます。韓国を許した方がいいの。そうですよ、韓国を許すことが日本のためになります。ハナさん、おはようございます。ハレルヤ。みーちゃん、おはようございます。今日はちょっと曇ってるのかな。そうでもない、そんなに曇ってませんね。静かな夏の朝という感じでしょうか。皆さんが放送に来ることは、まあ、霊的な朝食です。霊的な朝食、皆さんが夕方、夜ですね、夜皆さんが放送に来られるのは、霊的な夕食です。私たちはある意味では1日2食ですね。霊的食事としては1日2食を食べてます。これはタンポポの一種でしょうね。これはタンポポではないかなと思います。ですから私たちは毎日、2食3食食事をしますが、それは私たちは霊的にも食事をしなさい、霊的にも食事をしなさいという意味ではないでしょうか。そういう意味ではですね、この放送は朝晩していますから、まさに霊的な食事だと思います。皆さん普通の食事をですね、1回でも断食するとちょっときついですよね。皆さん経験があるかもしれませんが、一食抜くだけでも意外ときついです。ですから皆さん、霊的食事はなおさらではないでしょうか。皆さんが霊的食事をしてですね、皆さんが毎回いらっしゃるのは、あやぽんさん、おはようございます。皆さんが毎回放送に来られるのは、放送を見ないときはちょっときついな、放送を見ないと何か元気がなくなる、そのようなですね、霊的なパワー、油注ぎ、そういうものを皆さんはもうすでに感じているからではないでしょうか。私たちは、人はパンの身に生きるにあらず、神のこと口から出る一つ一つの言葉によるとあります。私たちに本当に必要な、力は神の言葉なんです。神の言葉を聞く、神の言葉を聞く、これが私たちの力です。ミネストロンさん、配信間に合ってよかったです。牧師さんの配信に心支えられています。感謝しています。よかったです、ありがとうございます。太郎さん、おはようございます。皆さん、韓国製品の不買運動をしてはいけません。韓国製品を買ってあげてください、ね、それが愛です。それが愛です。お互いに意地悪をしてはいけません。私たちは、いじめがですね、良くないということは知っています。パワハラが良くないということを知っています。私たちは子供のような喧嘩をしてはいけません。子供のような喧嘩をやめましょう。私たちは悪に対して善、悪に対して善、韓国製品を買ってあげてください。私たちは、悪い人に対しても愛を示す。まさにそこが大きな違いです。悪い人を憎むことが、罪なんですね。悪い人を憎むことが罪。しかし悪い人を愛することが信仰なんですね。悪い人を愛することが信仰。ぜひ皆さんそのことを、理解してください。実行しましょう。ミネトロンさんはメロディーさんですか。はい、
わかりました。はい、リュービさんおはようございます。コレクレさん、コレクニさんおはようございます。キンジョさんおはようございます。そういうわけで、私たちは正しいことを学んでいます。イエス様から正しいことを学んでいます。神の言葉を聞いています。そしてそれを聞いただけではなく実行しなければなりません。しかし聞くことから始まります。信仰はイエス様の言葉を聞くことから信仰は始まります。はい、マニちゃんさん、韓国に旅行する日本人が激減したらしい。それで慌てて日本製品不買運動の垂れ幕を撤去した。お互いにですね、いじめ合うことはお互いにマイナスなんです。つまり、韓国に意地悪するということは日本にとってもマイナスなんです。こんな簡単なことが多くの人を理解できてません。韓国を愛することが、日本を愛することなんです。韓国を憎むことは日本を憎むことになるんです。皆さん、この真理を理解してください。モーカさん、韓国の美容品、化粧品など大好きなのでいつも購入しています。あちらが購入しないからと言ってこちらは善で対応することは大切だと思っています。モーカさん、その通りですね。私たちは人の悪を思わず、第一コリント13章に人の悪を思わずとあります。多くの人は、韓国の悪、中国の悪に反応しています。私たちは、悪を思わず、人の悪をですね反応してはいけません。むしろ人の善に反応しましょうね。人の善に反応しましょう。私たちは悪意を持ってはいけません。悪意を持つこと自体が問題なんです。敵意を持つこと自体が問題なんです。いつも私たちは善意を持たなければなりません。悪い人にも嫌いな人にも善を持たなければなりません。それが御心です。それが御心です。難しいですよ。難しいですけど、できます。できます。信仰は燃えれば、信仰が燃えればそれができます。ニンニンさん、お久しぶりです。はい、ありがとうございます。ヒットさん、ハレリア。メロディーさん、私も韓国コスメやスキンケア用品、良質なものもあり愛用しています。ヒカルさんおはようございます。ユウさんおはようございます。それでは今日のタイトルいきましょうね。今日のタイトルは日本の祝福ということです。ちょっとタイトルだけでは意味がわからないかもしれません。サミヤさんおはようございます。タカさん、集会に参加するとなぜ涙が出るんでしょうか。それは聖霊様が溢れてるんですね。集会や礼拝に参加すると聖霊様に触れて涙が出るんです。聖霊様に触れて涙が出ます。ミネさんでいいですね。ミネさん、信仰心をこれからも大切にして過ごしたいと思います。信仰心をこれからも大切にして過ごしたい。そうですよ。皆さん、義人は信仰によって歩む。義人は信仰によって生きる。私たちは信仰によって生きているんです。私たちは信仰によって生きているんです。私たちは、欲で生きているのではありません。罪で生きているのではありません。私たちは信仰で歩むのです。イエス・キリストを信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰、それが正しい道です。それが正しい道です。それが唯一の天国に至る道、命に至る道、永遠の命に至る道、それは
イエス・キリストを信じる道です。この道しかないのです。この道しかないのです。イエス・キリストを信じて、イエス様の教えに従って生きる道。この道しかありません。この道だけが正しい道。この道だけが、天国に行く道です。ニンニンさん、フォローしていきますね。キューちゃんの声を聞いたら、心穏やかに。あ、おはようございます。心穏やかに、優しくなれたような、なれるような気がしました。アメン。神の声を聞くと、癒されて、清められて、神の声を聞くと優しくなれます。そしてそれが本当の良い食べ物。サタンの言葉は、毒入りまんじゅう。多くの人は毒を食べています。この世の言葉は、毒なんです。皆さん、多くの人は毒を食べています。毒を食べてるから元気がなくなるんです。誰でも毒を食べたら病気になるでしょう。多くの人は毒を食べています。しかし皆さんは本当のフレッシュな、本当の食べ物、本当の栄養、本当の栄養を、栄養のある食べ物を食べています。それがイエス様の言葉です。イエス様の言葉を食べているならば、皆さんは元気になります。はい、それで、にわかさん、どれで腹が痛い。どれで腹が痛い。日本の祝福というタイトルです。日本の祝福というタイトルです。まずその前に、人間はですね、私たち人間は人間、神様に似せて作られたという祝福を、持っています。神様に似せて作られた、それは、全ての人間、全ての人間にとって、一番ではないですね。まず最初の祝福です。私たちは、動物として作られたのではない、セミや、ミミズとして作られたのではありません。私たちは神様に似せて作られた、神様に似せて作られたものとして、人間として作られました。それは一番、まず最初の祝福です。私たちはその祝福を喜ばなければなりません。それから私たちが環境を与えられました。自然を与えられました。素晴らしいこの自然、環境が悪いところもありますが、神様が、くださった環境、これも祝福だと思います。私たちは神様の祝福の中で生きています。しかし、私たちは罪人として生まれてきたので、そういう意味ではその人間として作られたということと、罪人として生まれてきたという、それはもちろん祝福ではありません。ある意味では呪いです。人間として作られたという祝福と、罪人として生まれてきたという呪いと、両方を持っているわけです。そしてその罪という呪いのゆえに、私たちはもっともっと受けるべき祝福を、もらい損ねています。そして私たちはイエス様がこの地上に来た、イエス様がこの地上に、永遠の命を与えに来てくれたということの中で、
私たちは、イエス様という祝福を受けることができます。もしイエス様を信じるならば、罪が許されて呪いが祝福になります。もしイエス様を信じないならば、罪という呪いが残って祝福を受けることなく、永遠の死に至ります。しかしもしイエス・キリストを信じるならば、永遠の命という素晴らしい祝福を受けることができます。天国に行くという祝福を受けるでしょう。それがまず人間としての、祝福ですね。それがまず原則です。個人的な全ての人の、ね、問題は そのことにあります。しかし今度は国としての祝福があります。国としての祝福があります。それは何でしょうか。日本の祝福とは何でしょうか。これはその大雑把な、大雑把な説明ですけど、まず一つは、日本にですね、日本に、失われた十部族が来たという祝福ですね。十部族というのは、まあ、北イスラエルの子孫なんですが、北イスラエルは偶像崇拝をして神様に呪われて、アッシリアに捕囚に行きました。アッシリアという国に滅ぼされて、アッシリアの奴隷と なってしまいました。それは北イスラエルの、呪いです。それは偶像崇拝をした、北イスラエルが偶像崇拝をしたために、呪われて捕囚に行きました。その呪いを持ったまま、シルクロードを通って日本に行きました。ですから日本の、日本はですね、まあ、北イスラエルはイスラエルという祝福も持っていますが、偶像崇拝という呪いを持ったまま日本に来ました。ですから、日本の最初の祝福は、まあ、イスラエルの祝福が日本にも来たんではないかと思われます。私たちの、血液遺伝子の中に、イスラエルの遺伝子がちょっと入っている可能性があります。まあ、どのくらい、入っているかどうか分かりませんが、私たちの血液の中にイスラエルの祝福の血が入っているかもしれません。しかし同時に北イスラエルの、偶像崇拝の呪いも来てしまったかもしれません。日本が偶像崇拝が多い理由は、その北イスラエルの偶像崇拝の呪いのせいかもしれません。それから、北イスラエルの王朝が来たかもしれません。日本の天皇制は北イスラエルの王朝から来た可能性があります。しかしそれは今言ったように、イスラエルの祝福と北イスラエルの呪いが同時に日本に来ていると言えるでしょう。それからフランシスコ・ザビエルが来ました。フランシスコ・ザビエルは、イエス遣いの宣教師です。その時に、織田信長によって守られて日本にリバイバルが起きました。日本の多くの大名はクリスチャンになりました。キリシタン大名、たくさんの 何人だかちょっと覚えてませんが、20人か30人か分かりませんが、日本の多くの大名がキリシタンになりました。これは日本の祝福だと思います。日本の祝福だと思います。しかし、明智光秀によって織田信長は殺されてしまいました。そしてなんと豊臣秀吉、徳川家康は、キリシタン禁令を出して、キリシタンの迫害の時代に入ってしまいました。それは日本の呪いです。日本の呪いです。日本の呪いは、キリシタン禁令です。キリシタンの迫害、これが日本の呪いです。しかし同時に、そのような迫害の中で信仰を守り通した、迫害の中で祈り続けた、これは日本の祝福です。日本の祝福です。2500年、250年、
ちょっと正確じゃないかもしれません。250年間、キリシタン迫害がありました。多くの、キリシタンが、イエス様の教えを守って、喜びながら死んでいきました。祈りながら死んでいきました。その、自分たちを殺す人たちを許して、イエス様と同じように、自分たちを殺す人たちを、祝福して死んでいきました。それは、日本の大きな祝福だと思います。ある意味では、日本の一番の祝福。日本の一番の祝福。それは、キリシタンの祈り、キリシタンの愛、キリシタンの信仰。それが日本の一番の祝福だと思います。そしてその次に明治維新がありました。明治維新はアメリカのペリー総督によって開国されました。これはある意味ではアメリカの祝福が来たというふうにも考えられます。アメリカの祝福によって日本は開国し、日本は近代国家になりました。しかし、形としては西洋を学んで、政治、経済、あらゆる文化、西洋から学びましたが、しかし、信仰は、天皇制を取ってしまいました。その結果、天皇が神となってしまったわけです。それは日本の呪いです。日本の呪いは、せっかく西洋の文化に触れたにもかかわらず、天皇制を取ってしまったことが日本の呪いです。その結果、日本は、軍国主義になっていきます。しかし、それでも、プロテスタントを受け入れ、明治に入ってプロテスタントの祝福を受けました。これも日本の祝福です。これも日本の祝福です。そしてその結果、大正デモクラシーという、日本の繁栄がありました。それは日本の、なんて言うんでしょうか、デモクラシーですから。いろんな霊的な解放があったわけですね。霊的な解放がありました。これは日本の祝福だと思います。しかし、その次にですね、ホリネスリバイバル、中田十字という人がイスラエルのために祈るようになって、ホリネスリバイバルというのが起きました。それが日本の祝福です。日本の祝福です。そこでまたたくさんの、教会ができました。たくさんのですね、クリスチャンができました。しかしその後、日本は戦争に向かっていきます。軍国主義になります。それは天皇を神とする、神道国家、天皇を神とする神道国家。それは日本の呪いです。日本の呪いです。この天皇崇拝によって日本は軍国主義にどんどん向かっていきます。それは昨日も言いましたように、偶像崇拝によって、悪霊が入る。偶像崇拝によって死が入る。そして、なんと、南京大虐殺がありました。南京大虐殺はとんでもない殺人です。侵略して殺人を犯す。暴行をする。それは偶像崇拝の結果です。これは日本の呪いです。南京大虐殺は日本の呪いです。日本の呪いです。これを私たちは悔い改める必要があります。そして、真珠湾攻撃。真珠湾攻撃。1941年12月の、8日だったかな。真珠湾攻撃。これは日本の傲慢による、してはいけない戦争。してはいけない戦争をしてしまいました。その結果が、日本各都市の大空襲、
および原爆です。大空襲および、原爆、これが日本の呪いです。それは、天皇崇拝による傲慢、天皇崇拝による傲慢によって、開戦という呪いをしてしまいました。これは、日本の呪いなんです。日本の呪いです。しかし日本は敗戦し、日本にアメリカ軍が駐留しました。アメリカ軍が駐留してます。しかし、そして今、日本各地にアメリカ軍の基地があります。軍事基地は嬉しくありません。軍事基地は嬉しくありませんが、日本は事実上アメリカに支配されています。アメリカ軍の基地があるということは、日本はですね、アメリカに逆らえないということですね。日本がアメリカに逆らうことはできません。なぜかというと、日本各地にアメリカの軍事基地があるから、日本はアメリカに勝てるわけがないのです。また守られているという部分があるでしょう。これはですね、軍事的な、保護ですが、しかしこの同時に日本は霊的な保護を受けていると思います。これが日本の祝福だと思います。日本の祝福、それは、戦争の時も多くのクリスチャンは日本のために祈ってくれたでしょう。多くのアメリカのクリスチャンが敵国である日本を祈ってくれたと思います。いいですか、皆さん、こう聞いてください。アメリカ人の、熱心なクリスチャンは敵国である日本のために祈ったんです。いいですか。クリスチャンじゃない人は祈りませんよ。クリスチャンじゃない人は日本を憎んでました。敵である日本を憎んでました。しかし多くの、クリスチャンは敵国である日本のために祈ってくれたんです。これが日本の、救いです。これが日本の祝福です。これが日本の祝福です。そして韓国のクリスチャンも、敵である日本のために祈ってくれたんです。これは日本の祝福なんです。皆さん、日本の祝福は何だか分かりますか。日本の、クリスチャンは、敵国のクリスチャンの祈りなんです。敵国であるアメリカ、敵国である韓国のクリスチャンの祈り、これが日本の祝福なんです。皆さん、分かりましたか。そして、311の時も世界中のクリスチャンが祈ってくれました。その311そのものは311そのものは呪いですが、福島の原発事故は呪いですが、しかし、その世界中のクリスチャンの祈り、世界中のクリスチャンの祈り、これは日本の祝福なんです。日本の祝福なんです。ぜひ皆さん、そのように日本の祝福はどこにあったのか、日本の祝福は、日本の呪いは何なのか、日本の呪いは何なのか、日本の祝福は何なのか、ぜひ皆さん、そのように、日本史全体を見て、神様は日本を愛していて、神様は日本を祝福しようとされていた。クリスチャンを通して日本を祝福しようとしてきた。しかし日本はその祝福を拒み、イエス様を拒んできたという歴史、そのことをぜひ理解してください。そして大事なのはこれからです。これからです。日本が祝福されるためには、その日本の全歴史を理解し、日本が悔い改めて拒んできたイエス様を受け入れ始めることです。人間の罪を、日本の罪を悔い改めてイエス様に許してもらうこと、イエス様を受け入れること、これが本当の日本の祝福です。これが日本の本当の祝福です。これがリバイバルです。これが日本の救いです。これが日本の新しい、未来です。日本の新しい未来、
日本の新しい未来、それが、これからの未来です。ジダロンさん、8月15日の敗戦記念日に日本人は悔い改めるべきでしょうか。8月15日は日本は敗戦しました。悔い改めるべきです。日本はまだ、日本の罪を悔い改めてません。ですから8月15日、今日は8月の、8日、今日は8月の8日です。来週の金曜日になるのかな。来週の金曜日が8月15日です。それはとても日本が新しい祝福を受けるチャンスです。新しいスタートをするチャンスです。ぜひ皆さん、日本のためにはそれが必要だということを理解してください。日本のためにはそれが必要だということを理解してください。ぜひ皆さん、一緒に悔い改め、一緒に取りなしをし、日本の新しいスタート、日本の新しいスタート、必要ではないでしょうか。日本が祝福されるべきなんです。日本が祝福されるべきなんです。皆さんが目が開けて、日本がどうなればいいか、どうなれば日本が良くなるか、ぜひ皆さんが知ってほしいのです。理解してほしいのです。日本がどうなればいいかを理解してほしいのです。ぼっちさん、悪いことをしないのに謝るのは嫌。ごまちゃん、大勢の方がイエス様を知りますように。大勢の方がイエス様を知りますように。アメン。明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて。ああ、日本には、呪いと祝福があるんだ。人間には呪いと祝福があるんだ。日本は祝福されなければならない。自分は祝福されなければならない。今まで呪いを選んできたけど、これからは祝福を選びたい。日本は、祝福を選ばなければならない。日本が素晴らしい日本になるために、イエス様の祝福を選ばなければならないということが分かった証。イエス様を信じて、呪いから祝福になった証。イエス様を信じて、呪いから祝福になった証。スタート。スタート。スタート。モンカさん、日本も祝福されるべきです。日本が良くなるためには、悔い改め、罪を認め、イエス様を信仰することこそが、日本の呪いを解く鍵だと知ってほしいです。アメン。そうです。その通りです。ジドロンさん、盆休みに墓参りに行かない方がいいでしょうか。ジドロンさん、墓参りとは何ですか。死者崇拝です。死者崇拝とは何ですか。悪魔を拝むことなんですね。セシさん、欧米がですね、東洋思想に関心があることは知っています。それこそ本末転倒ですね。
東大元暮らし。多くの欧米の人は東大元暮らしで東洋思想に関心があります。みーちゃん、呪いがあるといいことはないことが分かった。日本も祝福されるようになってほしい。顔が怖い、ごめんなさい。コメント小さいので、小さいコメント読むために顔がこうなります。ごめんなさい。はい、証ないでしょうか。証がないでしょうか。イエス様を信じて祝福された証。呪いがなくなった証。デトロイトのお土産はお土産話です。デトロイトのお土産は お土産話です。クラブさん、その通りですよ。クラブさん、祈ってください。祈って信仰で燃えてください。信仰で燃えるなら欲が、抑えられます。欲をコントロールできます。みーちゃん、イエス様を信じて祝福されるぞ。イエス様を信じて祝福されるぞ。ぼっちさん、婚前交渉と不倫どっちが悪いの？不倫の方が悪いかな。不倫の方が悪いと思います。はい、それでは招きをしましょう。はい、今日の放送を聞いて、ああ、日本の祝福、日本の呪いが分かった。日本は祝福もあったけど呪いもあったんだ。日本は、罪を悔い改めてイエス様を信じることによって、イエス様を信じることによって日本は祝福されるんだ。日本が祝福されるためにイエス様を信じよう。日本が呪われたくない。日本が呪われたくない。日本が祝福されるためにイエス様を信じよう。日本のためにイエス様を信じよう。日本の未来のためにイエス様を信じよう。自分の、永遠の命のためにイエス様を信じよう。そう思う方はアメンと言ってください。そう思う方はアメン、アメン、アメン、アメン。ハンナさん、ユウさん、モーカさん、アヤポンさん、ルルルさん、ごめんなさい、読めないかと思います。ごまちゃん、さやさん、マルクスさん、アラソーラさん、ヒットさん、ミネさん、兄ちゃん。はい、ごめんなさい、読んでない方がいたらごめんなさいね。読んでない方がいたらごめんなさい。たくさんの方がイエス様を信じました。皆さんの信仰が日本を祝福します。皆さんの信仰が日本を祝福します。以前は人を呪っていた。以前は日本を呪っていたかもしれません。しかし今、皆さんの信仰は日本を祝福します。皆さんの信仰が日本を祝福します。天の父様、
感謝します。以前は祝福は分かりませんでした。以前は呪いの中にいました。人を呪い、社会を呪い、親を呪っていました。しかし今私たちは悔い改めて、親を祝福し、社会を祝福し、隣人を祝福します。日本を祝福します。今までは呪いの人生でしたが、これからは祝福の人生になります。祝福の人生になります。韓国を祝福し、中国を祝福し、アメリカを祝福します。イスラエルを祝福します。これからは祝福の人生、祝福の人生。今アーメンと言った方々が祝福の人生に入り、すべてを祝福し、そして、日本を祝福するものとなりますように。そして、イエス様に祝福されますように。イエス様に祝福されますように。どうぞ、アーメンと言った方々を祝福してください。リスナーを祝福してください。日本を祝福してください。世界を祝福してください。アメリカを祝福してください。韓国を祝福してください。北朝鮮を祝福してください。中国を祝福してください。イスラエルを祝福してください。世界中を祝福してください。世界中の国々を祝福してください。日本の未来を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん、祝福が来ます。祝福が来ます。イエスキリストを通して信仰によって祝福が来ます。祝福が来ます。祝福が来ます。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。シャロン、シャロン。良い一日を、祝福される一日を。夜明かししてください。夜明かししてください。シャローン、シャローン、シャローン。